皆さんこんにちは今回は2回目のソートの動画ですマージソート、クイックソート、ヒープソートについて学習していきましょうはじめにマージソートです例題に8、4、7、5、2、6、3、1をマージソートにより小順に並べますマージソートでは未整列の配列を繰り返し2分割します要素が1つになるまで バラバラに細分化した後値の比較をして並べ替えながらマージして1つの配列に戻すというアルゴリズムですまずは2分割を繰り返すとこのように値を分けることができますねこの単位ごとにマージするため最小のペアを作るとこのように整理できます隣り合う配列を比較しそれぞれを小順にすると4857261 13となります次の単位の塊は4つの値ずつとなるためこのようにくくることができますねこの中で照準に整理しましょうまずは左側の2つの塊に注目しますこの2つの塊のうち最小動詞を比べて値を格納します 最小値は4と5なので4が先に入ります次に5と8を比べると5が先に入ります7と8を比べると7が入り最後に8が入るためこのように整理しましょう右側も最小値同士を比べるとこのように整理できますねここまでできたらこの2つの塊を最小値を比べながら出力します最小値の 4と1を比べると14と2を比べると24と3を比べると34と6を比べると4残りの値も順番に入れていくとこのように整列が完了しました。 続いてはクイックソートです。未整列の配列の中から基準値を決めて、基準値と比べた時、大きい値と小さい値にグループ分けをします。これを繰り返すことで全体を整列するアルゴリズムです。クイックソートでも、 8 4 7 5 2 6 3 1を小順に整列するケースを見てみましょうまずは4を基準に値の整列を考えます4を基準に大小関係をグループ分けすると小さいグループはこちらに大きいグループはこちらに要素を並べることができます 次に小さい値のグループは2大きい値のグループは8を基準値として同じように大小関係を分けましょうするとこのように整列することができます小さい値ででのグループは整列完了です8の値も最大値となることが確定しました。次は 残りのグループから7を基準値に同じく処理を行いますすると7の値も確定します残るは5、6の値なので5を基準値にして同じ処理をすると問題なく整列されていると確認できますこれで整列完了です クイックソートはデータの比較や交換の回数が少ないためランダムに並んだ配列も高速に整列処理できるアルゴリズムです。最後にヒープソートを見てみましょう。ヒープソートでは未整列の配列を機構造として扱うアルゴリズムです。木構造の根 ルートを繰り返し取り出します最大値を取り出すときは親が子より大きくなるように最小値を取り出すときは子が親よりも大きくなるようにデータ構造を作ります keep とは塊を意味する英単語で非構造ではルート、ノード、リーフと要素が整理されます今回は 3、4、5、6、1、2を小順に整列するケースを見てみましょう小順なので親が子よりも大きい値になるつまりルートが最大値となるよう処理を繰り返しますまずは子供側から比較を行いますこの部分に着目すると6は4よりも大きいためこのように入れ替えます さらに6はルートである3よりも大きいためこのように移動できましたこれでルート構造は整列しているためこの6の値は整列済みとして配列に格納します残りの値で 改めて構造を取りましょうこの時ルートを取り除くと不完全な構造となるため末端である4を移動しますすると4がルートとなりここから同じように子供側に着目ししてルートを比較します今度は5の部分が4よりも大きいためこのように入れ替えを行います。 ルート構造が整列できたため5の値は配列済みに移動しましょう同じように残りの値を非構造にするため子どもの値2を移動するとこのように気構造を取ることができますここから比べてみると続いては4がルートに来るため移動してこのように気構造が変わります ここで4は最大値となるため整列済みに移行されます新たに子供の値1をルートに気構造を作るとこのようになりますこの中で1よりも3の方が値が大きいためルートに移動しましょう3は整列済みに移動されます 最後に残った値を比べると、1よりも2が大きくなるため、これらが順番に配列済みに移動され、整列完了となります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。次の IT 隙間教室でお会いしましょう。